エスコンフィールド北海道です。北海道日本ハムファイターズ対読売ジャイアンツ、この一戦をお送りいたします。ファイターズの先発は右の大谷、対するジャイアンツの先発はベテラン堀内、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。右の大谷、マウンドに上がりました。どういった立ち上がりを見せるか。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは高橋。ストライク、いきなり161キロ。投球これから2球目。ストレートはボール。第3球を投げた。ボール、投げました。スイーパー見送ってボール。第5球投げました。5球目空振り。次は6球目投げました。打った、痛烈な当たり、クリーンヒット。バッターランナー1塁、原発決定、2塁へ。高橋、ツーベースヒットを放ちました。ファイターズ先制のピンチを迎えます。バッターは2番坂本。ファイターズいきなりピンチを迎えています。第9球投げました。アウトコース、スイーパー外れてボール。直球見送ってストライク。次は4球目投げました。打ちました。さあ、5球は5球目投げた。アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。バッターは3番王。ネクストバッターサークルには長嶋。第9球、第2球投げた、空振り。第3球を投げた、内角際どい球、ボール。次は4球目投げた、空振り。次は5球目、あっ、ファンチップ、アウト。大谷、勝負どころでいい球を投げ込みます。さあ、リプレイ。バッターは4番長嶋。緊迫した場面が続きます。初球スイーパー空振り、外のボール球を振らせました。投げた、ボール。第3球を投げました、外角、スイーパー外れてボール。インコース空振り、159キロのまっすぐ投げました。打った、サード右への打球、破った。二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む。ジャイアンツまずは1点先制、1対0。今の先制の場面リプレイでご覧ください。バッターは5番松井。第1球投げました、初球外れても。第2球危ない球。第3球を投げました、スイーパーはボール。インコースへ投げました、ストライク。さあ、5球目高速シンカー見送ってストライク。投球はこれから6球目、ランナースタートを切った、三振。点で迎える2回です。ツーアウトランナー1塁という場面で大谷、今日早くも2回目のバッターボックス。第1球投げた、ストライク。初球ストライクから投げました、2球目ストライク。バッター追い込まれました。投球はこれから3球目、これはいい当たりだ、左中間大きいぞ、伸びた、伸びて入った、入った、ホームラン、ツーランホームラン、左中間スタンドへ突き刺さった。渾身のストレートを完璧に捉えました。大谷一振りで勝ち越し。さあ、チームメイトからも祝福を受けます。勝ち越しの場面映像でご覧いただきましょう。リードで迎える4回です。ノーアウトランナー1塁という場面で大谷、今日2打点を挙げています。第9球投げました、ボール。第2球投げました、決まってストライク。第3球を投げました、あーっと右中間一投、マジ入った、入った、ホームラン、ツーランホームラン。大谷これで2打席連続のホームラン、ストレートを狙い打ち、6対1。ファイターズリードを5点に広げます。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。